絵手紙リリチューブ。リリさんです。今回のテーマはプレゼントの絵手紙。一概にプレゼントといってもプレゼントの形は様々です。お相手のためにどこかのお店で吟味して買った品物だったり、その人のために作ったお料理だったり、旅行をプレゼントする方もいらっしゃいますね。絵手紙もまたプレゼントです。実はこの一重のバラの絵手紙は義母、主人の母の誕生日にと書いたものです。バースデーカードを送るという習慣は日本ではあまり馴染みがありませんが、アメリカではカードを送り合うという文化が今でも残っています。日本でいうところの年賀状や暑中見舞いのハガキみたいな感覚でしょうか。アメリカでは誕生日だけでなく、結婚や出産、入学、卒業など人生の節目を祝うカードを出し合ったりもします。また入院やご不幸があった時には気持ちに寄り添う内容のカードを、そして父の日、母の日、クリスマスやバレンタインなど季節の挨拶やお礼状などにも使われるそうです。素敵な習慣ですよね。今ではパソコンのサイト上で気に入ったデザインを選んで、それをメールに添付し送るということもできるようになっています。フィンガーコスメで来ました。しかし今もなおアメリカでは紙のカードは身近なドラッグストアやスーパーなどでもかなりの広さの専用の売り場が設けられていて、日常に馴染んでいることがうかがえます。カードを専門に取り扱っているお店もあるようですよ。余談ですが、アメリカで言われる一般的なカードとは2つ折りになっていて、パカッと開いてみます。それが封筒に入っており、直接手渡したり郵送したりするようです。絵手紙をバースデーカードにする場合は、はがきのままいつも通り送っても構いませんし、ちょっとおめかしして封筒に入れて送っても良いですよね。もちろんプレゼントと一緒に送ればさらに喜ばれるでしょう。封筒に入る手軽なプレゼントとしては、図書カードやクオカード、商品券も候補として挙げても良いのではと思います。ただ途中で紛失したとしても保証はないので、それを踏まえて送りましょう。濡れる危険性も考えてビニール袋に入れておくのも良いですね。先ほどアメリカでは誕生日や季節の行事や人生の節目などにカードを送ることが多いと申しましたが、もう一つシンキングオブユーというカードも存在します。シンキングオブユーとは直訳すると、あなたのことを考えていますという意味になりますが、ありがとうや会いたいね、または会えなくて寂しいね、頑張ってね、応援しているよというふうに相手のことを思いメッセージを伝えるものです。これは普段私たちが送っている絵手紙にとても近いものですよね。私もこのハガキ、シンキングオブユー、お母さんのことを考えながら書きました。モチーフはこの時
アメジストセージという紫色の花が咲くサルビアとこのバラが手元にありました。このピンクのバラの方が華やかだし、お母さんは嬉しいかもと考え、こちらを描くことにしました。そしてお誕生日おめでとうという言葉は普通に嬉しいけど、でもありきたりかもと感じ、普段思っている感謝の言葉を何か添えようかしらと考えました。お母さんとの出会いや、これまで私たちにお母さんがしてくれたことなどがいろいろと頭の中を駆け巡ります。この相手を思っている、考えている時間、この時間は自分自身を癒す時間でもあります。自分と深く関わってくれる人の存在は、自分自身を肯定的に捉えられる一つの要因にもなります。自分たちにたくさんくれた愛情をちゃんとお返しできるように頑張ろうと励みになったりもするのです。しかし、あなたのことを気にかけていますということは、離れて暮らしていると伝わりづらかったりもします。だからこそアメリカでは Think of You のカードが存在し、日本ではこの絵手紙が存在するのではないでしょうか。こんな話があります。中華料理屋さんであなたがラーメン食べたい食べたいラーメンが食べたいといくら心の中で念じていても、あなたが実際の声でチャーハンセットと注文すれば、当然ですがチャーハンセットが目の前に運ばれてきます。相手のことを四六時中考えていたとしても、相手の見える形にしないと伝わるのは難しいのです。声に出して伝える、文字で伝える、行動で伝えるなど、見える形にする方法は様々ですが、直接言うのは恥ずかしいなと感じるのなら、文字で伝える絵手紙は最高に良いアイテムではないでしょうか。そしてその絵手紙と一緒にお相手に届いた言葉は、何度でも繰り返し読めて、時にはお相手を癒したり励ましたりできていればいいなぁと私は思っているのです。11月23日は勤労感謝の日ですよね。労働を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日だそうです。以前は新嘗祭という名前の祝日でした。五穀豊穣に感謝する日ということで、普段当たり前に口にしている食べ物にも感謝する日でもあります。家計のために外で働いてくれている人だけでなく、家で料理を作ってくれる人、生産者、販売者の方にも感謝する日です。勤労感謝の日は、毎日の食卓に感謝をしつつ、周りの人たちとも日々の頑張りを互いに感謝し合う日とも言えるでしょう。だとしたら、この日に感謝の絵手紙をプレゼントするのもいい考えだと思いませんか？上手か下手かなんて全く問題ではありません。絵手紙は手紙なので、あなたの気持ちがお相手に届けば、それで大成功なのです。
絵手紙で遠く離れた人にも小さな小さなプレゼント届けてみませんか。できました。真似できない美味しさなので、あのね、ひろくんのお母さんに書いたのです。もうすぐお誕生日なのです。いつも美味しい差し入れたくさんいただいているのです。真似したくても真似できないお箸なのですよ。それはおはぎとかもうチョコアとかね、ナスの煮浸し、揚げ浸しとかね、南蛮とかね、石垣餅とかね、いろいろあるよ。ありがとうございます。ありがとうございます。真似しようと思ったけどね。なんか調味料聞いたんやけどな。もう今忘れたけどな。なんか違うんですよ、リリさんが作ったら。君のも美味しい。っていうか、君のも真似できない美味しさですね。ありがとうございます。よいしょ。君になんか今日は美味しいものを作ってあげようかな。やった。だってもう肉とか魚ないんだ。でも鶏ミンチだけ。焼肉食いてない。それは鶏ミンチ焼きちょっと無理と思います。焼肉って別に真似で。